マッソーゲームズです。はい、皆さん今回はですね、こちらパープルアプリやっていきたいと思います。はい、ということでね、まあ不定期で動画を作るこちらパープルアプリなんですが、なんとですね、今日っていうか明日ですね、明日僕がねこのアカウントを作ってからちょうど90日、約3ヶ月ということで、まあね、アカウントを作って、まあ無課金で、ね、完全無課金で始めて3ヶ月で一体どのぐらいなのかっていうのをね、皆さんにお伝えしつつ、今日はですね、サクセスメジャーでハイスコアチャレンジをしていきたいと思いまーす。はい、ということで、まあ3ヶ月経ったわけですよ。まあ簡単にご説明すると、まあこのアカウントをね、作る前に僕は4年ぐらいやってた、無課金でやってたアカウントを消しました。というのもなんかガチャで15万円ぐらい課金しちゃって悔しくて、なんかいろいろで、そしたらなんかむしろパープルアプリが面白く僕の中ではなくなっちゃって、でもう一回4年間やったデータを消して一から始めようってことでこのアカウントを始めて、まあ3ヶ月ってことです。はい、まあチャレンジ見ていただくとね、わかるんですけど、明日で累計90日ログイン、パワーストーン一つもらえるんで、まあ明日になったらね、またパワーストーンもらえるってハッピーな気分になるんですけど、まあこんな感じです。で、チームランクが、まあ上見ていただくとわかるんですけど、39,788点ということで、SS ランクに、まあ、いけました。もう主に、まあもっとね、頑張ればいけると思うんですけど、これ天才か。天才じゃなくても SS3 いけるんですけど、はい。まあ SS3、今のところ最高が SS3 の野手が並んでる感じですね。多分あと試行回数を重ねれば SS4、5いけると思うんですけど、まあエビル高校でそういうキャラを作ったりとか、あとは投手ですね、 SS 先発、あと SS1 中継ぎとかね、まあこんな感じな選手が作れてる感じです。でイベンキャラボックス、まあ3ヶ月でどのぐらい揃うのってね、皆さん思う方もいらっしゃると思うんですけど、無課金でね、はい、こんな感じです、今のイブキャラボックスで。僕はイブキャラボックスをフル開放っていうかね、パワーストーンでまあすごく広げ、さらにイブキャラ倉庫も広げました。パープロの日にですね、じゃーん、こちら PL 牧場っていう、まあパープロアプリやってない方だとちょっと分かんないかもしれないですけど、まあ無課金でもなんとかこう頑張れることがあるんですよ。まあそういう PL 牧場をするためにボックスを広げました。はい、でまあイベキャラはこんな感じです。まあラッキーだったのがレイリー PSR が当たっていること、さらに角田リアを持っていることですかね。うん、あと麦わらナッチですね。このキャラも最初の30連かなで当たったのが、まあ今のチームランクを作る上でのすごい大きな要因になってますね。エビル高校でどうしてもやるにはこのナッチ必須なんで、はい、いやーまあラッキーだったなっていう感じです。であとはここすごくない？サイガが昨日ね45についになりました。うん、まあちょっと後でなんで45になったのかっていうのはねご紹介するんですけど、あと国寿神が45、あとはこれですかね、アテナとか使ってますね。まあ、で、こういう感じな、まあ、チーム編成なんですけど、チーム編成っていうか、まあ、キャラクターなんですけど、よく使うデッキが、ピッチャーだと、あれ、今ちょっとよく使うデッキないんですけど、よく使うデッキは、エビルで、レイリー、さらに、カンパチ、国樹、ナッチ、こうだ。最後だ。こういうデッキで行ったりしてます。まあこれにもう彼女をね加えるとかなりねこうタッグフィニッシュがね組みやすくてすごくいいな、オートロックはすごいいいなって思ってます最近。うん、でこれだとレベル上限解放ボーナスも結構つくんで、まあそういうのも加味しながらこうね3ヶ月間、まあ、無課金だとその課金の方ももちろん工夫してると思うんですけど、また違った工夫の仕方をしなきゃいけないんで、結構ねそこがまた面白くて僕は楽しくやってます。でさっきねサイガがレベル45になったっていうねお話をさせていただいたんですけど、まあレベル
43プラス4まではですね、なんか僕がね酔っ払って帰ってきた日に、まだそれエビル出てない頃に最後のループガチャっていうのあったんですよ。でそれで酔っ払ってこう ガチャが我慢できなくて引きまくって、まあプラス4までしたっていうのなんですけど、はい。でラスト1ですね。昨日ねこのボックスガチャ引いたんですよ。今ね来てるメジャーセカンドのコラボのあのガチャ、これで第1等の SR 以上確定っていうのがあって、でそれでサイガを引いてプラス45になったっていうことでね、プラス45になったことによってまたねあのレベル条件解放ボーナスも上がり、さらに技術ボーナスもつくんで、かなり強い選手が、まあ、作りやすくなったかなっていう感じですね。エビルやるの楽しみでしょうがないんですけど、はい、そんな感じです。長い動画になりそうだね。サクセスもやるからね。うん、でさらにまあスタジアムとか、あとパワーちゃんですね、こっちもやってるんですけど、今パワーちゃんは年間ランキング1万6000位ですね。で前回のねバトルスタジアム第5回のねバトル、あのこのバトルスタジアムなんですけど、ほぼ走らなかったです。累計報酬だけちょっとね、あのもらえる報酬もね僕的にはちょっと微妙かなって、今の僕にはあまり必要ないかなっていう、もっと必要なことがあるはずだからっていうことで、ちょっと我慢してあんまり走りませんでした。うん。で TGS オンライン大会、大阪オンライン予選大会、このさ、これ難しいね、この予選のこういうのすごい難しいなって感じながらやってます。はい、っていう、まあそんな感じですね。もうねガチャ更新がいっぱいパワープロあるじゃないですか。これ我慢するのが辛くてしょうがない。ただ今我慢してるおかげでとりあえず130個まで溜まってるし、 SR ガチャ券も結構溜まってきたんで、まあどうにかね、うん、我慢して粘ってこうやっていきたいなと思います、思ってます。ただなんか今回引けるガチャあったと思うんだけど、あれなんか引こうと思ったんですけどないですね。あ、これだ、バトスタ 11PR ガチャ券引いてみましょうかね。あの報酬でもらったやつですね。まあほとんど走ってないんで、うん、 SR ガチャ券とかじゃなかったんですけど、はい、こちら引いちゃいましょう。何が出るかな、何が欲しいかな、あんまりこうすごい欲しいっていうキャラわかんないですね。あー使えるらしいですけどね、つくもでしたっけ全然違ったらすみません。99って書くやつですね。なんて読むんだろうはい、ということでやっていきましょう。あ、それぞれもう一点だけ、スタジアム、リーグレベル8っていうのがさ、こう追加されたらしいじゃないですか。リーグレベル8ね。で僕ね、先々週かな、100万点出しました、スタジアムで。すごくない？うん、っていうちょっとそれだけ報告したかった。はい、ということでサクセスやっていきましょう。で今回はですね、目標は、このサクセスの目標はですね、9000点チャレンジですね。このサクセスで9000点以上になると、SR ガチャ券がもらえるんですよ。だからその SR ガチャ券が欲しい、そういうサクセス、だから強い選手作るってよりは SR ガチャ券をなんとかゲットするためのサクセスを繰り広げられていけたらいいんですけど、もし途中で、あ、これ絶対に無理だなと感じたら、もうその時点でやめようかなと思ってます。はい、じゃあやっていきましょう。どうですか皆さん、パワープロね、本当ガチャ更新がさ、こうまいところついてくるからさ、あ引きたいな、あでもな、あ引きたいな、でもな、あ引きたいなっていうさ、そういうのがすごいですよね。で結構いろんなコラボも発表されて、今がメジャーセカンドコラボで、ラブプラスのコラボと、あとは何だったっけ、あのさ「You are shock!」てて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  You are shock! てて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 、熱い心、あれなんだったっけ、これなんでしたっけ、じゃなくて、あ、ちょ、北斗の拳、そう、北斗の拳コラボもね発表されてね、すごい楽しみですね。はい、という
そうそうそう、楽しみだよね。ただコラボキャラってさ、今までこう僕すごい詳しいわけじゃないんですけど、すごい輝いてるって言ったらやっぱりあれじゃないですか、誰だったっけ、ルシファー。まあそんぐらいクラスのさキャラが来たら面白いなとは思うんですけど、はい、どんなのか楽しみですね。でまあやっていく。そう、あと TGS 東京ゲームショウでね、パワープロのなんか大会ね、 TGS 大会とかもねこうやってましたけど、結構ね見てて面白かったですね。僕あれだったんですよ、東京ゲームショウはそのまあパワープロもそうなんですけど、コナミさんのブースのスーパーボンバーマン R のそういうステージに立たせていただいてたんで、このなんていうのかな、もう全部見えたんですよね。見えたっていうか、パワープロくんとも会いましたし、あとこうね、実際にこうやってる皆さんが戦ってる姿もちらっとだけ、うん、あんまりこう長い一般デーだったので、あんまりそう演者がこうね出回るっていうのがなかなかあんまりできないんで、こうできなかったんですけど、でも見てきました。すごい、ずっと見てたかった。普通にうわ面白いと思いながらこう見てたんですけど、あ勝った。そう面白かったですね。皆さん見ました？放送でもねありましたしね。あとその東京ゲームショウの日に、どうしようかな、ちょっとレイリー行っとかないとまずいかな。あ、いやこっち行っときましょう。リアの評価上げといて、で他のキャラの評価も上げて、まあ今回9000点チャレンジっていうことなんで、なるべく打撃タックでこう9000点を稼ぎ出す、そういう作戦でございます。なんか普通にピッチャーで変化球固めでこう行こうかなとか思ったりしたんですけど、何回かやってね全然いい選手が作れないんですね、下手くそだから。はい、ということで第1セクション834点、いかなそう。ちょっと作戦的に違うかな、もっと違う作戦でやった方が良かったかな。9000点、くどいてた筋力足りなくなるかもしれないから、いや筋力じゃないか、走力あったのかな。で今回はカンパチ入れてるんで、結構ね回復イベントが多いんで、ここはすごいありがたいですよね。でカンパチが結構なんていうんですかね、使えるらしいですよね、エビル高校でも。うん、結構なんか動画でいろんな方がねカンパチ使ってますっていうのを見て、結構あーやっぱカンパチいいよねって思いながら、そうだよねそうだよねってね僕思いながらこうねそういう動画とかね拝見させていただいたんですけど、おいいですね、やっぱこれだよねカンパチの強さ、回復イベントがめちゃくちゃ多い。あー発動しちゃった。ここはメンタル練習いきましょう。で金徳を取る3つまで取れるんですよね、この今のメジャーコラボの高校は。で3つまで取れるみたいなんですけど、ちょっとあんまり今回はそれもあんまり意識しないで、とにかくこうポイント稼ぎ、うん、ちょっとコツを抑えられてないんですけど、はい、とにかくポイント稼ぎでいきたいと思います。ナイスー、いいですねー、カンパチ最高。ただカンパチのそのあれも上げていきたいは上げていきたいですけどね、ナイス、もういっかっていう感じか。弾道ちょっと上げとくのと、パワー少しだけ上げときましょう。よしで、3回練習行きたいけど、ここは守備練で行きましょう。難しいところですよねこれ、
まあ打撃練習行きまくって打撃レベル上げてっていうのが一番いいのかな。でこれは普段だったら空気を読もうにするんですけど、みんなと仲良くなりたいでチームメイト評価上げていきたいと思います。これいいね、チームメイトの評価も上がるし。次、いや怪我しちゃうかな、カンパチ回復来ないかな。はい、いやーここ厳しいか。 45% 取れ、よっしゃー、ラッキー。普通ダメだろこれ。守備について語りましょう。で、デートですね。食べさせてあげる。で、ミチルちゃんでしたっけ、新しいキャラが結構カイドウだと強いってね、こう今話題になってますよね。これいっちゃおっか。おー素晴らしい、ね、結構強い強いって話題になってますけど、いやどうなんでしょうね。強いのはさ、わかるんですよ。もうここ最近結構いろんなキャラが出るじゃないですか。強くて、上限出てると、上限アップがついてると。いや確かに上限アップついてるキャラ欲しいよ。でもその今のその僕にそのキャラは本当に必要なの。うーわ生きてー、さすがに無理だね。で、あの本当はミートのコツを取ってからミートはあげたいところなんですが、今回は9000点チャレンジということなんで、もうガンガン上げていきましょう。よし、はい、こんな感じ。回復一回いきましょう。お、代わりの効かない仲間。これはミート依存なんですよね。ミートの値によって成功失敗判定があるってことなんです。うわ強っ、これは9000点チャレンジいけるかもしれないぞ。だいたいね、いつもあれなんですよね、あの8000点ぐらいなんですよここ最近。うん、やるとこれ成功しろ、ナイス、素晴らしい。精神ポイントがもらえるのが熱いですね。これも強いけど、ここ行っちゃって、次ストイックゲージがでいけるかな。3回練習もね、いっぱいするといいですからね。あ、ナイス、回復だ、やったー。お、強い、しかも。いやーっていうかさ、まあ僕今ガチャ全然しないでさ、もう引きたいな引きたいなって思いながら引かないでこう我慢してるんですけど、あのね、モネちゃんか佐伯が欲しすぎる。モネちゃん佐伯が欲しい。成功しろ、やったー。ということで第2セクション3300点。どうなんだろうこれは。もうちょっとこのブレイクスルーをうまく使っていきたいところではありますよね。強えなー。うん、どうしよう。まあ打撃だろうな。打撃でバレンタインで回復してもう一回練習か。ただ合宿あるんだよな。野牛ちゃんのまたイベントがもう一つ来れば、回復イベントあるからいいんだけどな。あ、よし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 。でツノリアの回復イベントで、これで2回目やっぱ合宿来ちゃうか。いやー災害、体力の温存、ブレイクスルーでいっちゃいたいな。これ3回練習なんでいっちゃいましょう。ちょっともったいないけどね。
はい。いや、3回練習じゃなくない方がよかった。あ、部屋に戻って休むがあった。よかったー。すごいいい感じでいきましたね。で、技術を使いたい。弾道とかちょっと取っちゃおうか。技術をどう使うかですね。阿部比じゃなくて打球伸び取っちゃいましょうか。このパーティーだとおそらく技術がめちゃくちゃ余るんで、どれがいいかな。これか。いや、こっちもいいな。リアで体力変え、迷うな。ここでいきましょう。総力足りなくなって、こう技術がね、こうさばけないってなるとちょっと辛いんで。いけい、ナイス。焼肉、ナイス。いいぞ、いいですね。なんか流れ来てますね。9000点いけそうな流れ出てきてる気がする。よし、体力上限アップしろ、頑張れ。よし、ナイス。重戦車の子常にいてた、ラッキー。ラッキーですね。あ、強い。これはいっちゃおう。ゴッ、よし、ナイス。悪くない。で、ここで負けたら終わってしまうので、絶対に負けないようにしましょう。で、打球伸びもう一つ取っときましょうか。で、ミートは十分上がってるし、一球入魂取っちゃって、まあ、ね、強い選手を作るっていうのじゃないんで、ちょっとね、ご了承いただきたい、そこだけは。はい、なんか必要なのあるかな。まあ、とりあえずこれで、ホームランしっかり打てれば勝てるんじゃないかなと思うんで、まあ、湯村ホップアップする球、うっそー。あんだ。ホームラン打てなかった。まあでも勝ったからいいや。でも9000点目指すってなったらもったいないですね。今ブレイクスルーが、どうしよう。ブレイクスルー使うか。使おう。で、ちょっと彼女行きましょうね。ちょっと彼女行って回復などなど、こう今のうちにさばいときましょう。そこね、確かにこの高校だったら彼女キャラじゃなくて相棒キャラの方が、3回で金得いけるから、なんか良さそうですね。彼女行く暇ないっすよね、この高校ね。あー、強い。序盤で彼女をもう結構行っとくのがいいのかもしれないですね。後半だと難しいかな。よし、そっとしておく。危ない、今押し間違えるとこだった。で、これだったらいいでしょう。3回目、あと2回これでいけば基本的には大丈夫になるはずだから、もう1回いっちゃってもいいかな。ナイス。お、ここは重要な場面。やったー。少し掴んで、もう一回行きましょう。これで第4セクションで、まあ彼女はもうね、大丈夫だろうっていう感じで
こう調節しながらいきましょうかね。ということで、あ、第3セクション終わり4900点、どうでしょうか。これは残り4000点を稼ぎ出せばいいっていうことなんだけど、うわもったいないな、このイベントタイミングが強っ。うわこっちも強い、どっちがいいかな、これこっち行っちゃおっか。あれまだ3回練習ってあったっけ。やめてー、体力消費しないで。あ、体力じゃないか。あ、もうないよね。メンタル練習いいですね、流れいいぞ。ナイスパーヒー。お、ここどうしよう。チームメイト評価もう上がってるからな。走塁のコツとかもらいましょうか。うん、いらない体力消費。うん、彼女を言っときたい気分もありますけど、ここは打撃練習で、まあ次も来るかな。手加減はしない。あー間違えた、間違えた。恐怖の万霊男もう持ってるよ。もったいないですね。強い選手を作ろうとしてたら非常にもったいないことをしました。でストイックゲージが、このタイミングで彼女終わらせましょう。どうだ、よし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 。で持って、あいいですね、60ポイント入るんだったら十分で、スカウトの評価も上がるんでね。あ、でもあんまり上がんないか、肩弱いから。キャー、体力消費しないでー。パワーヒー取りましょうか。ちょっとこのセクション、お来てるー、めっちゃ強いの来たー。ミートを上げて、とりあえずこれで大丈夫でしょう。いやーこれは美味しい、いけるかもしれない。9000点と、これはやっぱり前村で回復できるよね確か。お強い、あ強い、こっちも強いしこっちも強い。ただいやどうしよう、筋力足りなそうだから打撃練習にしときましょうか。強い、怪我率が16、ここはかけるぜ、やったー。メンタル練習でもよかったけどね。よしいいぞいいぞ、いけそう。9000点、でこっからパワーをとりあえず B にして、アベヒ取っちゃいましょうか。広角打法も取りたいところだけど、満塁男5だし、あ独身術取りたかったな。ちょっともったいない取り方をしてます。あの今回はすごくすごくもったいない取り方をしているんですけど、そこはまあ、今回はそういう風にそういう風な選手を作るようでやってるっていうのをぜひあのご理解ください。うん、じゃないと相当おかしいこう振り方してますから今僕。打つぞ、はい来たー。あとパワー上げたいところですね。ちゃんと打ってこう活躍してね、優勝できるように。オッケー。まあでも冷静と恐怖の満塁男間違えちゃったところはちょっとね、ダメですね。あ、恐怖の満塁男も別に最後でよかったんだ、コツもらえるし。いや最近ね、佐伯使ってないんですよ。うん、
いつもフレンドに借りるのがモネちゃんで、まあ、イビルでやるときはで、最近使えてないから、なんか最近についてちょっと忘れかけちゃってますね。ブレイクする、あー強いぞこれ。いやでもダメだ、ここは一回回復して守備練。確か甲子園中にブレイクスルーするとなんかあるんですよね、確か。そうだよね、金徳もらえるんでしたっけ。で、独身術がまだ取れない。洗礼の一撃取っときましょう。これでね、僕が初回でホームラン打てればかなりチーム状況は良くなるはずです。ツーアウトランナー二塁という場面で、あ、広角打法取ってなかったっけ。よし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 、これで相手のやる気が1マイナスで打ちやすくなりましたよ。オーケー、次だ。今日2打席連続でホームランを放っているオーケー。いや重たいですよね、球が飛ばないもんな、なかなか。今日3打席連続でホームランを放っている、あー詰まった、やば。はい、ということで、まあね、とりあえずこれで、甲子園は出場できると。いけるかな9000点。おっ、ていう、あれ結構金徳取れてるぞ。あれなんか悪く、僕がミスってなければ割と悪くない選手ができそうな雰囲気ですね。で、打撃練習行って、これでストイックゲージがいい感じになると思うんで、で甲子園に行ったところでブレイクスルー使いましょう。あ、強いね。追い込んでブレイクスルーで、あ、強い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 、完全にこれでしょ。ほい、精神もね、あの野球ちゃんもいるし佐伯もいるんで、打撃練習で入るのは美味しいですね。伝説のさよなら男、すごい、金徳3ついけたね、すごい。じゃあ取っていきましょうか、金徳もね。挑発、うん、伝説のさよなら男、あとが重戦車ですか。はい、てな感じですね。で、あと走塁一つ取っときましょうか。どうしようこれ、うん、どう振り分けようっていう感じですね。なんかそういう強い選手を作ろうという意識あんまりなかったから、ちょっと困惑してます。あ、広角打法取ってくるの忘れた、次絶対取ろう。パワーも足りないのと広角打法取ってないんで逆方向が飛ばないっすね。よし、引っ張るしかない、いけるかな。ここまで2安打、スバル、やべ、打ちました、詰まった、レフト交代、抜いていった、レフトからセカンド、いや微妙これ、スバキ勝てるかな、危ない危ない、絶対ホームランだ、ここリードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面、スバキ、うい、変化球、投げた、うい、変化球、第3球を投げた、オッケー、危ない危ない、これは勝てるだろう、ナイス。まあここは練習できないから、もう精神連発でいきましょう。もう最後は、でもって、うん、重戦車取っとくか。あ、違う、広角打法だ、広角取れない、
ちょっと決勝でしっかり打ちたいんで、広角打法取るように残しておきます。街道攻撃に入ります。トップバッターはオーケー。うわー、ホームランなんなかった、切ないな。街道勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でツーシーム、ツーシーム、ちょっとやばい。よし、今度分かる。これは入った。よーし、ナイス。ストレート。うわー遅い。ちょっと待ってくれ。次だ、カーブを打つ。第3球を投げました。オーケー、入ったー。よし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 、いけるんじゃないか、これは9000点。ちょっと今の状況で見てみよう点数。お、これは次活躍すればいけそうな気がする。ただ次の高校強いんですよ。チャンス目か。もうちょっともったいないという方またさせていただきます。とりあえずそのマックスにならなければいいやっていう感じで。よし、これで練習で、まあ、メンタルしかもういけないですからね。はい、ワールド高校ギブソンジュニアとの対戦ですよ。いやー、メジャーだったらすごいこういい場面だよね。クーッ、イップスがとか言ってね。よし、打つぞ。いい変化球投げてきますね。第2球投げました。あー、ピッチャー返し抜けた。ダメだ、ストレート投げてくれ。いてないよ俺は。リードで迎える3回です。今日は安打を放っています。はい、来たー。打ちました。痛烈、打球は危ない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 。よし、ムーイングファースト、オッケー。ノーアウトランナー一塁という場面。初球を打ったピッチャー返し。やっちまったー。アウト。うわ、絶対ホームランの場面でやっちゃった。リードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面。入ったー。打った。強烈。宇宙間。オッケー。入った入った。よし。これはいったんじゃないか。116ポイント。カンパチも入ってるし、っていうことだよね。出るかな出るかな。3位かからの、今回エピローグ多いですから、うん、からの柳生ちゃんも入ってるんで、夫も道っていうことでね。で、かつ佐伯も入ってると。いやー、やっぱいいなー佐伯。よーし、どうだ、9500点いきました。よし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 。もう選手能力なんて正直何でもいいぞ。そう、今回強い選手を作ろうと思っているわけではないからです。ただどうせだったらなんかいい感じで振っていけたらなと思いますけど、難しいですね。精神がめっちゃ余る。どうしよう。まあ、正直どれでもいいですねこれね。あとはもうじゃあ守備に振りましょうか。あー、ダメか、いかない。佐伯いるからさ、あれかなと思ったんだけど。はい、もうね、ちょっと今回本当に9000点っていうのを目標にやってたんで、選手能力はあんまり考えてません。それでも S8 ですね。なんかすごいですね、その金徳3つ取れるっていう、すごいなんか面白いなと思います。はい、ということで自己ベスト更新、メダル交換上 30% 割引券、そして SR ガチャ券を回収ということでした。いいね、素晴らしい。で、今ので僕 SR ガチャ券がまた4枚なのかな、
でもう 2,3 日したら10月になるからもう1枚ゲットできるでしょ。いや SR ガチャ券ってでかいんですよ、その無課金の人にとって。3枚かで、これで4枚ですね。ほんとでかくて、いやすごい大きいです。うん、だから引くのが楽しみですね。まあでもそういういいイベントが早く来てほしいなって思います。まあ今のこのねキャラクターたちもものすごく強いんですけど、ただ今必須かって言われると必須じゃないかもしれないなっていうキャラがどうしてもいるんで、はい。じゃあ最後にちょっとガチャ引きましょうか。ちょっと待ってくださいね。よし、これちょっと合成して3枚しかないんですけど、ちょこちょこ引いちゃってるんで、今のボックスガチャですね。で、今一番僕いいの出るのは特賞で復刻キャラの SR が出たらもう最高って感じです。では3枚いきましょう。 GO! 3枚っていうか3回、グググググ、なんも来ねー。あ、ピエノンス好き。ピエノが結構来るからいいですよね、これね。はい、ということで今回はこちらで終わりたいと思います。ね、そんなにしょっちゅう動画を撮るわけでもないですし、普通にこうマジで遊びで楽しくやっているんで、はい、楽しいですね。はい、ただ SS1 行きたい。あー、佐伯モネちゃん欲しい。うん、あとガチャ我慢するのがマジで辛い。もう我慢が辛くて辛くてしょうがないけど、はい、まあ、楽しくまたやっていきたいと思いますので、ぜひね、またパワープロアプリの動画を撮るときはご視聴いただけたらなと思います。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひよかったら評価と、あとチャンネル登録、コメントなどいただけたら嬉しいです。はい、以上マッソゲームズでした。バイバーイ。チャンネル登録高評価よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。